はい、悪魔女ドラキュラでございますレストランだけどレストランですよ。はい、でここ射撃場ですね。はい、射撃場の表側見ます。で、穴開いてる、ね、これ撃った、誰か撃った、ここ誰か撃った、こっちに向かって撃った怖いな、おい、な、慣れた、ま、あれ、これ知らないな、なんだ爪は、なんだ爪はってか、そうです、なんかの石碑です。久々の、違うな、木々の、超読めません。お、なんかいっぱいあるよ。あ、そっか、そうだそうだそうだ、ここさ座ってさ、ここの白鳥湖楽しむっていう場所だったんだよ、もともとね、思い出した。で、確かそっち側に道あったんだよな、そうなると。確か、確かね、うちの記憶がもう小学校の時の記憶だからねあるね、よし、ほら、あるね、そう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 、まあまあ久しぶりに来るといろいろな発見があるでございますね。ほらね、そうそう、こっちにもお道あったわ、なんか、やあったわなんかあったわ、そういうの、なんかよくわからないサビサビの機械が置いてある、ね、一応ここの階段、階段じゃないけど怖い話します、もう前下からいい、じゃあしときます。あの、ここの池と向こうに一番最初に止めた車のね、池繋がってないんですよ、前は。いや、繋がってたっつっても、なんかちっちゃい土管でこう水を流すぐらいのしかなかったんですけど、あの、昔中学生ぐらいの4人組だか5人組が向こう側で泳いでて遊んでたんですって。そしたらいつの間にか一人沈んで浮かんでこなくなっちゃったんですってよ。で、丸一日かけて向こう側の湖で、探したんですけども見つからず、で1週間くらい経ってから繋がってないのにですよ、こっちの池の真ん中で浮いてたっていう話ですね。これはね、当時中学の音楽の臨時教師の人が教えてくれたお話です、うん、近くまで行ってみましょうか。ここは、だからそこから遊泳禁止になっているというね、そういう話です。まあ、もう一つ、一番最初に向こう車止めたところ、あそこにトイレがあったんですけど、あそこから赤ん坊の泣き声が聞こえるっていうのはね、もう、それは、結構、有名ですね。有名っていうか、実際うちも、友達も聞いたんですけどね、夜中。すごいですよ。左側に赤ん坊の泣き声が聞こえると思ったら、右側に、女性の悲鳴がすごい聞こえるという、そういうキャンプしました。テント張って、4人ぐらいでテントしたのかな。うちの
中学の同級生と高校の同級生とその中学の同級生のお友達の4人でやりましてね、すごかったですよ、悲鳴の嵐で。で、一番怖かったのはテントの周りをイノシシが来るという、それが一番怖かった。だって悲鳴だけだもん、怖くねえよ。別に襲ってくるわけじゃないしっていうのはありましたね。キャンプした日はね、確かね、その日は一番空いてるだろうと思って撮ったお盆の日です。15日前後ですよ、確か。で、その1年後、部活でみんなで行った時も、説明すると余計わからない状態が続く怖い状況にはなりました。なった。多分過去の動画でどこかで話してると思う、白鳥湖で。もうね、すごいのよ、同時進行が。なんか外国人がキャンプしてたのかな、なんだか分からないけど、よく分かんない状況がずっと続いてね、あん時はちょっと霊いるのかなと思ったよね。なんだこれ、あれ、なんか倒れてるよ、うん、なんだったかな、まあ、とりあえずざっと説明しますか、せっかくスマホだから。もう時間は忘れちゃったけど、まあ仮に夜の11時だとしましょう、夜の11時になんかね、隣のテント、まあ隣にもテントいたんですよ、お盆の時に。珍しいなと思ってたんだけど、でも話し方からして外国人一人で、うちらはテントとバンガローのところで喋ってたんですよね、11時ぐらいにね。そしたらシッシッって聞こえて、あ、これはうるせえな、うるせえぞと、あ、油だ、はい、石油が取れます。うるせえぞって言われてんのかなと思って、バンガローのやつらはそのバンガローのところで、バンガローっていうの、あの屋根ついて下で焼肉やら何やらできるところ、うん、そこのところで寝始めたのよ。そしたら、寝始めたというか、電気消して寝たのよ。その屋根ついてるところに電気がついてる、電気つくところがあるんで、で電気消して、長い椅子のところにゆころんって寝てたら、奥の方から足音が聞こえて、でも、トラブルは嫌だなと思って、目つぶって待ってた。ほっといてたんですって。そしたら足跡が自分の頭の上あたりに止まって、おいおいどっか行ってくれよと思って、ね、目開けたら、このぐらいの至近距離で顔覗かれてたんだって。で、でそれが11時から11時10分ぐらいの間の話だとするじゃない。で、うちは11時から10分の間はそのバンガローがあって、ちょっと離れたところにテントがあるんだけど、そこのテントに寝てたのよ。で、場所が悪かったらちょっと斜めになってる斜面のところにテント張ったんだけど、そしたらね、テントの周りを石をこうやって蹴っ飛ばすやつが いたわけよ。こうやって蹴っ飛ばす。で、コロ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 転がるわけよ。でも、テントの周りをこうやって斜面なのにこうやってぐる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 転がってるわけよね、石がね。何ってなるじゃん。でも誰かのいたずらだと思うからうるせえと思うじゃん。で、テントバーン叩いて、チャックガー上げて、うるせえって言ったら誰もいないっていう、それが11時から11時10分の間、同時進行なんですよ。それが一番最初かな。
そこからがもうえらい恐怖体験の始まりでしたよ、その時から。で、目が覚めちゃったからちょっとグラウンドの方で花火やろうかって言って花火やりに 歩くわけですよ、グラウンドまで。そしたら今なくなっちゃったけど、不動尊がある階段があるんですけど、長い、その上から夜中12時ぐらいですよ、それ多分。石投げられるんですよ上から。こんなところ猿なんかいないですからね。石投げられて、でうちの友達のやつね、名前はちょっと言わないけど吉田ってやつが、その投げられた石にぶつけられて足から血出すとああもうここ通れなくなっちゃったのか、通れないのかな、そうそう足から血出すっていうね。でうちは家近かったんで、近くまでか、4キロぐらいあるからな。で、そう、2泊する予定だったのが1泊で帰ったよね。そういうのがあってね。そいつ怪我しちゃったし、あ、通れないじゃん。あ、通れないんですね。廃階段を発見しました。はい、そう、で、石投げられました。で、そいつはちょっととりあえずテントの中で休んでもらって、残りのメンバーで、グラウンドの方で花火やろうって言って、花火の方は水道もあるし、グラウンドか。行きまして、そう、そしたらね、グラウンドの奥からね、足がいっぱい見えるっていうやつらが、半数以上出てきやがって、ここはこっから向こう行ったら絶対危ないですよとか言って、うちは見えなかったけどね、足がすごくいっぱいいるんですよっていう、なんかすげえ真剣な顔して言うから、もう怖くなって帰りましたよね、その時ね。でね、みんなでテントに戻って、あれ何だったんだろうねっていう話をしながら横になって寝ようかなと思って、でも眠れないじゃないですか、そんな怖い状況になったら。そしたらあれですよ、朝の明け方4時ぐらいですよ。夏の4時ぐらいだからちょっと明るくなるかなぐらいかな。近くに汽車が通るんですよこれもまた不思議、汽車、シュッ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 って、初めその音がなんか電車が反響して向こうの方に宍戸駅があるんでねそれが聞こえてるのかなと思ってたの、反響して音が、静かだったし。そしたら2回目か3回目ぐらいになったら、シュッ、そのシュッ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 っていうのが、キャンプして、まあ大体あそこにキャンプしてるとするじゃないですか。そしたらここの湖あたりのところでピシーって止まったんだよね。それ聞いてみんな荷物片付けて、みんなで宍戸駅に集まるというね、怖くなってねっていうのありましたよ。どうだ、この説明で分かるやついるんか絶対分かんねえよな、これ絶対分かんねえって。もっといっぱい細かいのあったんだって。ほんとこれ誰がさ、この説明聞いてさ、怖いねって言うやついるのかって話だよね。もう話が分かんなくなってくるよね。いっぱいギュッて濃縮されすぎちゃって、まあそんなこんなで、だからここはあんまり近づきたくない場所って言われてる。まあ前からだけどね、そう言われてたのね。これ何これ釣り堀じゃなかったっけ、潰れちゃったのかな。いないのかな。お、凍ってるよ、ほら、ね、釣り堀、堀、堀。
ょっと奥までは入らないけど手前まで見せて、はい、あ顔映っちゃったかな、じゃあ一回切っとこう。